こんにちは、ビュアーズです。今回は E13 ノート専用ウェルカムランプ LED のご紹介です。ウェルカムランプとは、車に近づいた時や鍵を開けた時などに点灯し、足元周辺を照らして乗り降りしやすくすることが目的のランプ。このキットは標準設定にないウェルカムランプを後付けできる専用キットなんです。カラーはホワイト、ブルーの2色からお選びいただけます。フロントマップランプユニットを外します。奥に工具を入れ、ユニットを浮かせて手前に引いて外してください。ユニットのコネクタをロック解除部分を押しながら引いて外してください。 A のパーツを取り付けます。外したコネクタの間に A のパーツを取り付けてください。配線をヘッドライニングの裏を通してフロントガラスまで通してください。ユニットを車体に戻してください。ウィンドモールをめくってください。配線をヘッドライニング、ピラーの裏に通します。ウィンドモールを戻しながら配線を下側へ取り回してください。工具を使い、サイドのカバーを外してください。配線を通し、足元まで取り回してください。サイドのカバーを戻しておきます。運転席側の B のパーツを取り付けます。車体の下側の作業になるので、マットを敷き、貼り付ける場所をしっかりと脱脂してください。両面テープを剥ぎ、 LED を車体へ貼り付けてください。C のパーツを取り付けます。 C の配線は片方だけ白の点線がついています。点線がついている方を赤配線に、何もついていない方を白配線に接続してください。工具を使い、タイヤハウスのクリップを外してください。ドアの内側から配線通しを入れ、タイヤハウスまで通してください。配線通しに C の配線を固定してください。配線通しを引き、ドア内側まで通してください。車体にあるゴムキャップを外します。そこから C の配線を入れ、車内に引き込んでください。ゴムキャップを戻してください。A の配線に C の配線を接続します。点線がついている方を赤配線に、何もついていない方を白配線に接続してください。D のパーツを取り付けます。A と D を赤、白、同色で接続してください。
配線通しをセンターコンソール奥から助手席側へ通します。配線通しに D の配線を固定してください。助手席側から配線通しを引き、 D の配線を助手席側へ通してください。ここで配線通しを外しておきます。助手席側の B のパーツを取り付けます。運転席側も同じように作業します。取り付け箇所を脱脂してください。両面テープを剥ぎ、車体に貼り付けてください。運転席側の C のパーツを取り付けます。点線がついている方を赤配線に、何もついていない方を白配線に接続してください。工具を使い、タイヤハウスのクリップを外してください。ドアの内側から配線通しを入れ、タイヤハウスまで通してください。 C の配線を配線通しに固定してください。配線通しを引き、ドア内側まで通してください。車体のゴムキャップを外し、 C の配線を車内へ引き込んでください。配線通しを外します。C と D の配線を接続してください。白の点線がある方を赤配線に、何もない方を白配線に接続してください。配線をきれいに取り回し、外したパーツを元に戻して作業終了です。足元を光らせて出迎えてくれる E13 ノート専用ウェルカムランプ、他社と差をつける人気のカスタマイズです。ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。